ップス原宿店の村上です。アシスタントの斉藤です。今日はリップスが最近出したこのリップスボーイのメイクラインとワックスを使ってモデルさんがどれだけ劇的に変化できるかっていうのを今日はやっていきます。よろしくお願いします。お願いします。はい、はい、それではメイクしていきたいと思います。最初はまずこちらのリップスボーイのフェイストーナー化粧水から使っていきたいと思います。はい、だいたい10円玉分ぐらい見えづらいです。結構ひたひたになるぐらいつけちゃって大丈夫です。こちらを撫でるようにじゃなくて叩くようにつけていきます。化粧水で肌を潤してあげると、化粧のノリとかも良くなるんで、化粧水やってあげないと、化粧が浮いてきちゃってかさついちゃうってことがあるんで、しっかり化粧水で潤いを与えてあげてください。はい、次こちらのフェイスジェルを使ってやっていきます。大体出す量としてはこのぐらいです。はい、こちらをつけていきます。中指につけてあげて、ほっぺに3カ所ぐらいつけてあげて、あとは鼻、おでこ、鼻の下、顎って感じです。こちらつけてあげたら、外側に伸ばすようにつけてあげます。フェイスジェルの効果としてはきめ細かい肌を作ってくれて、肌のトーンを結構上げてくれる効果があるんで、結構ファンデーションよりやりすぎないんで、結構なんか化粧に抵抗がある方でもやりやすいかな、入りやすいかなと思う。しっかりこの伸ばし忘れがないように残っちゃうんで、伸ばし忘れがないようにだけ気をつけて、足りないなと思ったら付け足したりとかしてあげて、使う指はもう大体中指で大丈夫です。結構これだけでも肌のトーンが上がってくるんで、きめ細やかな感じなので、次いきます。はい、続いてこちらのスポットカバー使っていきます。コンシーラーです。こちら今回使うのは、シャープ001番を使っていきます。ちょっとモデルさんの肌が白いんで、002番より001番の方が白い明るい肌に向いた。こちらも肌のほっぺたと鼻の下とか、こちら BB クリームと一緒の感じですにちょんちょんとつけてあげて、さっきは塗ったんですけど、今回はちょっと叩くようにつけてあげます。そうすると馴染んでくれるんで、効果としては、目の下のクマとかニキビ跡とか、そういうなんか気になる部分に部分的にカバーしてくれる効果があります。はい、続いてこちらの、アイブロウ、アイブロウペンシル使ってます。眉毛描くやつです。こちらは眉毛がしっかり眉毛生えてるんであんまり描くとこないんですけど、
ちょっと眉毛が剃りすぎちゃった方に結構おすすめですね。この穴が開いちゃった部分に描いてあげる、なんか1本ずつ線を描いてあげるイメージです。で、描いてあげたらこの裏に付属で、ぼかすクッションがついてるんで、こちらでその描いた部分にトントンやってあげると馴染んでくれて自然な眉が。これも反対側も同様にやっていきます。はい、最後にこちらのリップスボーイの、リップバーム、リップですね、使っていきます。今回使うのがシャープ001番のちょっと塗った後にピンク色になる使っていきます。ちょっと見ていただけると分かるんですけど、ちょっとピンク色になるんです。これは、肌の温度に反応して、唇の温度に反応してピンク色に後になるんです。この唇の、縦じわに沿って塗ってあげると結構馴染んでくれるというか。です。はい、これで、メイク終了です。こちらで一回メイクの仕上がりを見ていきましょう。はい、じゃあここからスタイリングに移っていきます。今日はリップスボーイの中のナチュラルボーイというワックスを使って、まあどれだけ簡単にセットできるかっていうのと、やりやすさっていうのをしっかりお伝えできます。よろしくお願いします。はい、ではこれからつけていきます。で、大体第一関節分ぐらいつけて、しっかり手のひらと指の間までなじませてください。で、まずこれをまずは後ろからしっかり根元に持ち上げちゃってください。もうこれだけで後ろ大丈夫です。で、また一緒の量を取って指の間までなじませて、で、今度は前側で、トップは一番つけやすいところなんで、つけすぎると一番やりづらいところです。だから横からしっかり根元につける。で、前髪は最初絶対つけないようにしてください。で、つむじから放射線状にパーッと散らしていく。で、さっき後ろつけたところも放射線状に元に戻していく。で、最後に余ったワックスで前髪の根元は絶対つけないようにして毛先だけ軽くつけてそのまま戻して。前髪を軽く流したり、もうこれですぐできます。じゃあこれで一度撮影していきます。